予選が3組に分かれて行われます。各組の2着までと記録の上位2チームが決勝へ進出いたします。まずはその第1組、第2レーン共愛学園群馬、第3レーン白鵬大足利栃木、第4レーン作新学院栃木、第5レーン新島学園群馬、第6レーン太田女子群馬、第7レーン高崎女子群馬、第8レーン桐生商業群馬、第9レーン大宮東埼玉。以上8チームによりまして北関東女子 1600m リレー予選第1組です。
豊田さんは 100m、200m レースで優勝し、力を入れております。塩田さんが今走りで先頭、そして第2番手争いが熾烈ですが、太田女子か飯島県か、さあ最後の力を振り絞って太田女子が2番目でフィニッシュ、そして飯島県に続きます。